じゃあ16時になったし上がろっか。はい、今日はありがとうございました。どう、初日だったけどこのバイトやっていけそう？はい、皆さん優しくて早く仕事を覚えようと思います。ああ、君は本当仕事の覚えが早いからうちも助かるよ。ありがとうございます。居酒屋で働いてたことあったので。ああ、そうなんだね。明日もシュート入ってたっけ？はい、入ってます。これから週5で入ります。あ、本当助かるよ。いや、今日はまかない食べていく？え、まかないあるんですか？もちろん、親子のあるから食べていきなよ。ありがとうございます。どう、美味しい？はい、めっちゃうまいです。もう世界一うまいです。いや、言い過ぎだよ。ただの親子丼だよ。いや、うまいなあ。まあまあまあ、いや、ほんと美味しそうに食べるな。あれ、ん、どうした？あ、髪の毛入ってる。え、髪の毛入ってるな。あ、髪の毛入ってた。うん、髪の毛入ってる。あ、ごめんね。髪の毛入ってるわ。あ、うん、ほんとごめんね。髪の毛入ってる、この親子丼。あ、うん、ごめんなさい。髪の毛入ってる。え、髪の毛入ってる。あ、え、この親子丼髪の毛入ってる。あ、クレーマー？え、クレーマーなの？髪の毛入ってる。クレーマーの言い方、これからクレーム入れる人の言い方されてるけど。髪の毛入ってる、この親子丼。あ、どうしよう、バイトの新人じゃなくてクレーム言ってくる人として扱った方がいい？髪の毛入ってるけどどうしてくれんのよ。あ、申し訳ありません。クレーマーの方でいいかな。クレーマーの方でいいかな。あかんかった。え、まかないやで髪の毛入ってたぐらいでこんなこと言う？もっと謝れよ。え、さっきまでの君はどこへ？さっきまでの好青年だった君はどこへ？なんで謝らねえんだよ、帽子取ってよ。どうした、どうした、どうした、今どうしてる？何かあった？髪の毛入ったんだよ。もう限りなくクレーマーに近い存在だ。いや、クレーマーだ君は。どうしてくれんだよ、責任者だぜ責任者。ないから、まかないの髪の毛で責任者呼ぶことないから。やめてよそんなことすんの。本部にクレーム入れてやる。やめてよ、仲間じゃん。店員同士だったじゃん。今は店員じゃねえんだよ。さっきまで店員だったじゃん。やめてよこんなこと。困るよ、うちの店も。こっちが困ってんだ。なんだお前さっきからその態度。もうどうしよう、とんでもないやつ新人に入れてモテるやん。店長、店長出せ店長。いや、今日は店長休みだからごめんね。じゃあ電話で呼び出せよ。いや、呼び出せないて。バイトなんだからこっちの気持ち分かってよ。店側の気持ち分かってよ。もういい、もういい、もういい。え、こんな店もう客として二度と来るか。帰る。え、客として？客としてはもう来ねえよ。バイトとしては来るけど明日もシュート入ってるから。あ、バイトとしては来るんや。気まずー。どんどん出てこい、働くチャンネル登録者、チャンネル登録して高評価もする、チャンネル登録者、チャンネル登録者。